大谷とも交流があり、東京オリンピック出場に内定していた競泳の瀬戸大也がイベントに登場。本来であればオリンピックが開催されていた時期だけに複雑な胸の内を明かしました。気持ち的には難しい、結構苦しい日々は続いている状況です。自分の競技はオリンピックの前半なので、もう終わってるかなっていうので、どうなってたのかなって気になりますね。